皆さん、こんにちは。ライディアンスの山崎です。潜在意識を制する経営者はビジネスを制す、その13。えー、このシリーズはですね、えー、潜在意識コントロール法というですね、オンライン体験セミナーをやっているわけなんですが、それの紹介であります。なぜ成功している経営者は皆、ソニーで研究した潜在意識コントロールを学ぶのか。こういったタイトルでですね、行っております。 で、1万人以上の人を成功に導いたソニーでの潜在意識研究の第一人者、この私、山崎田さはですね、このですね、なぜ学ぶのかっていう秘密をですね、実習とともに明かします。こんなことで、えー、セミナーを開いておりますのでですね、下の概要欄から、えー、ページをですね、クリックしてぜひ申し込んでください。で、今日はですね、この催眠療法についてですね、お伝えいたします。 この催眠療法のえ、えっと、前々回ではこれやりましてですね、前回ではこれやりましてですね、今日はこれというふうなことになります。えっと、人生の目的というふうなものなんですが、自分のですね、人生の目的をですね、知ることができるというふうなことで、この人生の目的、魂の傾向の段階に戻り、 のの目的とととその実行方法を知るることができると潜在意識の奥底をです、ね、探っていきますと、魂の計画の段階っていうです、ね、ちょうど中間性というふうに言われるところなんですけども、そこにです、ね、行ってです、ねえーと、魂がどんな計画をしてんだろうかというの,なのと、その、潜の目的を上手に実行する方法をです、ね、知ることができるようになってくるわけですよね。 で、魂は肉体を持つ前に、その肉体でどんなことをするかあらかじめ決めてきていると。これがですね運命と呼ばれる前で,で。運命というと、この一般道のようにです、ねえー、限定されたもののようにです、ね、思いがちなんですけど、実はですね樹木の枝葉のように多くの選択肢の集まにあるんだというふうなことになっています。で、この多くの選択肢、これは実はですね、えー、パラレルワールド、平行世界と言われているのと,と同じようなものでですね、えっ、ー、と、もういろんな 選択肢がありましてですね、いろんなこの人生がこのところで走っているというわけなんですね。で、この中を探っていきますと、魂同士の約束というふうなものをです、ね、知ることができると、自分とお父さんとはどんな魂同士の約束をしてきたんだろうかと、自分とお母さんとは、自分と、えー、自分のパートナーとは、自分と自分の、えー、仕事仲間とは、とか、自分と自分のライブラルとは、とかって感じでですね、いろんなことが、えー、分かるわけなんですね。でそして えーっとですね。例えば、こっちの道を通ってみると、ああ、こんなことがあって、あんなことがあって、こんなふうになるんだなと。こっちの道を通ってみると、あんなことがあって、こんなことがあって、こんななんだなと。今、自分は、この道を通ってるんだ。というような感じですね。この道を通っていて、えーこれ、これまでいろんなことがあったんだけども、これっていうのはどんなことがあったんだろうかと。これから先いろんなことがあるんだけども、どんなふうになっていくんだろうかと。で、こっちの道を通ってくれも、あこっちの道を通っていきたいなと思ったら、こっちへですね、移る方法。って、こんなこともですね、わかるわけなんですよね。 でこの魂というふうなものがですね、えー、と、あるのは、この魂のですね、成長のためにあるわけなんですね。だから、苦しいことをして成長してもいいわけですし、楽しいことをして成長してもいいわけなんですね。だから、このような、こういった、えー、内容のことをですね、自分はやっていくんだというふうなことで、魂が計画しているわけなんですね。ではなんとこの一本道じゃなくてですね、たくさんの えっと、計画がですね、あるんでですね。えー、ですから、この中から自分が好きなのをですね、選んでいった方が絶対に楽しいわけなんですね。で、そういった、えー、ことをですね、えー、知ることができるというふうなのが、この、えー、催眠療法のですね、えー、一番最後の会に行われる、この人生の目的というふうなやつなんですね。で、これまでもいろいろですね、催眠療法について聞いていただいたんですが、この催眠療法っていうのはですね、実は受けただけでは思い出にしかならないと。こういうふうな、 え、やつなんですね。これはなぜかというと、この、えっ、ー、と、ウィングハウスの忘却曲線っていうのがありましてですね、何か、えー、自分がですね、新しいことを知ると。で、そうすると、どーっとですね、忘れてしまうわけですね。ところが、えっ、ー、と、二日目に、あの、もう一回、それについて学習をすると。 1, え1週,間目に週間後にです、ね、もう一回学習すると。えー、1ヶ月後にもう一回学習すると。そうすると、しっかりと定着するというふうなことで。で学校のですね学生時代の勉強も、えー、あのクラスでですね先生に教えてもらった後に、ですね家で問題集を何度も何度も繰り返してですねやることによって、ですねそれを定着させてきたと。これと同じようにですね潜在式、えー、催眠療法とかやってですね潜在式の中のデータをですね探って、それをですね書き換えるわけなんですけれども、ところが、 えと記憶なんてですね、こうやってピューッとまたですね、なくなっていっちゃうわけなんですね。えー、それ,それでなんでですね、この繰り返しというふうなものが必要になってくると。でそこで、えー、催眠療法もですね受けた後に、日々の自己催眠という形でですね、えー、続けることによってこのお、定着することが可能になってくるわけなんですね。でそれなんで、この他の催眠療法をやるところは、ただ単にですね、催眠の先生から、 の受け入れをやってるわけなんですが、えっ、ー、と、ラディアンスの場合にですね、ソニーでこういったことを一生懸命研究してきたんでですね、いろんなことを知ることができてると。で、そこで、えー、こういうふうなことでですね、えー、普通のおーサイミング予だと受け入れただけではあまりしかなないというふうなことをですね、このアフターサポートがあるんでうまくいってるわけなんですね。 どんなアフタをサポートかあっうと、自己催眠誘導ファイルっていうのがネットからダウンロードできるようになりまして、日々の自己催眠101日間っていうですね、そういったワークブックもネットからダウンロードできるようになっていると。で、これはちょうどですね、このララィアンスのですねメンバーサイトっていうところがありまして、これがアリアンスのメンバーサイトのですね、 ログインした状態なんですけども。で、これがスマホででしてですね。で、それでこれを倍率を下げていきますとですね、えー、パソコンのメン,メンバーサイトになると。パソコンでもスマホでも、えー、使えるわけなんですね。で、それでこの、このところのですね、コンテンツバーというところをクリックしてですね、このコンテンツというところをクリックすると、この願望実現スミナーとか、ソニックメイテーションとか、えー、上級スミナーとか、サミリオフとか、潜在式とかいろいろありましてですね、これを が、まあ、あの、このメンバーサイトがあれば、えー、この潜在資本とプログラムがですね、この中で全部入っております。例えば三民療法でですね、この11日間標準っていうのが書いてあるんですけど、これが、えっ、ー、と、このですね、えー、ワークブックなわけなんですが、この11日間標準というところをクリックしましてですね。で、それで、えっ、ー、と、このところの,のところをもう一回クリックしますとですね、これが、 日々の落ち込催眠、101日間のですね、これがあのワークブックになっております。ワークブック。で、それで使い方がですね、このところにドロッと書いてありまして、で、で、101日間なんですね、1日目からずっと下がってきましてですね、101日目まで、えー、書いてありまして、で、この101日目に行ったらこれはオリジナルな,なくてですね、また1日目から始めましょうということで、で、これで、これでまたブっとこのところで、 1>, 1日目からやってですね。で、この内容はノートに書いてもらえばいいわけなんですけども、えー、ノートにですね、えー、書くということがですね、非常に重要になってくるんですがですね。で、こうやって、えー、やりまして、で、この上のですね、この自己催眠誘導ファイルっていうのはですね、このところをクリックすると、こんな感じでたくさんののがありまして、で、えー、っと、この5番目でですね、催眠の状態になってもらいまして、で、6番目で催眠から抜けるという、 こういったことができるようになっております。このようなですね、えー、自己催眠誘導ファイルっていうのと、日々の自己催眠100時間っていうのがあります。で、これをやってさらにすごいのが、6年間もの長きにわたるメールサポートがついてくるってことがですね、これはすごいわけなんですけども、えー、催眠の意識状態はですね、この不当した瞬間に良いアイデいアが浮かんでくるっていうのと同じ意識状態でありまして、これで、えっ、ー、と、この、このですね、 不、えー、とした瞬間に良いアイデアが浮かんできたときに、紙とペンがあるとですね、それを書き留めておくと、後でその良いアイデアが思い浮かばせられると。ところが、えー、紙とペンがないとですね、それができないわけですよね。で、そうすると、えー、っとですね、後できっと思い出せるからと思ってると、思い言葉を思い出したこと自体が忘れてしまうと。そこで忘れてしまっても大丈夫なように、セラピストンはですね、ここで、えー、タイプをしてるわけですね、ブラインドタッチで。えー、タイプをしてですね、でそれを後で催眠の記録としてですね、渡しするというふうなことなんですね。 でところが、この他の催眠療法をやるところはですね、えー、このところに催眠を受ける人が座って、催眠をかける人がここに座ると。でその間にこういったものはないんでですね、喋、えー、りっぱなしで終わってしまうわけですね。じゃあ、喋りっぱなしでも大丈夫なように IC レコーダーを使って、えー、録音したいなとかって思うとですね、やめてくださいとかっていうわけですね。なぜかっていうと、えー、催眠のですね誘導の手法がですね外部に漏れてしまうじゃないですか。基本秘密が えー、なくなるのと同じなんですよっていうのは、漏れてしまうのと同じなんですよっていうことで、えー、やってくれないわけですよね。ところが、ラディアンスの場合にはここでタイプしておでですね。えー、眠の記録というふうなものを、その催眠の様子っていうのを忘れちゃってもこれを読み返すとですね、えー、思い出せると。えー、それなんでですね、この他のところでは、この受けただけでは思い出しかならないということで、催眠量を受けた一週間は調子ようかったんですけどすぐに元に戻ってしまいました。 催眠というのは、いい思い出でしたねっていうのでですね、終わってしまうんですけども、ところがライダーにその場合にはこういったものがですね、ありますんで、えっ、ー、と、催眠療法を受けました。催眠の記録を受け取ります。で、それでですね、えー、日々の自己催眠というのは始めてもらうんですけども、最初のうちはですね、えー、変化が少ないんでですね、本当にうまくいってんだろうかっていうんでですね、気分を思いながらやったりなんかするんですけども、ところが、 これまた催眠療法を受けてですね、催眠の記録を受け取って、これとこれを読み比べてみると、わっ、すごいなと。えー、催眠というのはこんなに効果があるんだというようなことがですね、分かってくるわけですね。これじゃあもっと一生懸命やろうというふうなわけなんですが、えっ、ー、と、なぜこの、このところだとなかなかよくわかんないかというとですね、人間というのは徐々に変化するものに関してはですね、よくわかんないと。えっ、ー、と、例えば大掃除をですね、して蛍光灯ランプを取り替えると、わっ、 この部屋ってこんなに明るかったのかっていうんで驚くわけなんですね。それから、茂木健一郎博士がですね、昔よくやったのが、アハ体験っていうのをやりまして、えー、背景がですね、どん,どん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 変わってくるんですけども、えー、それがですね、えー、と見てる人にはですね、よくわかんないと。徐々に変化してくるのにはわからないと。ところが、後で、この変化してるんですよ、とかって教えてもらうとですね、ああ、なるほどっていうような感じでわかると。だから、我々は徐々に変化してくるのに関しては、なかなかわからないというようなことがですね、あれなんで、こうやって、て、サミの記録っていうのが重要になってくるわけなんですね。 それで、このところで読み比べてみて、ああ、こんなにも催眠の効果っていうのがあるのかっていうんでですね、じゃあもっと一生懸命やってみようっていうんですね、このところで、えー、行きますと、やればやったら何のですね、効果がここで得られるというふうなことなんですね。で、また、えっ、ー、と、効果が得られじゃ効果を実感できると。で、それでですねお、そうか、催眠っていうのは日々の自己催眠やっていくと、こんなに自分自身が、 えー、いい状態になってくるんだなっていうようなことで思いましてですね、またサミリを受けまして、サミの記録を受け取ると。で、この3つを読み浮かてみるとですね、おー、すごいなと。自分はこんなにも変化してしまったんだ。じゃあもっと一生懸命やろうっていうことになってくるわけなんですね。で、このサミリ療法、何でも受けなきゃいけないっていうんじゃなくて、何度も受けることによって、こんなふうなすごいことになってしまうんで、潜在士コントロール法ではですね、こういったですね、えー、ことで、サミリ法ではこうやっ,てやっておりますと。というふうなことで、 この潜在識コントロール法っていうのはですね、人生の成功者になるためのですね方法なんだと。そのためにこの潜在識の扉を開けると。で、他の自、えー、動啓発組の後で潜在識の扉を開けるということに言及していないのはですね、潜在識の扉を開ける方法を人に伝えるのが非常に困難であるからというふうなことなんですよね。で、ラデ d i の場合にはこういったことっていうのを何度も、えー、やってきているわけでですね。ね 一万人以上の人の潜在意識の扉を開けるお手伝いをしてきたので、この伝えるというふうなことはですね、非常に簡単にできるので、潜在意識の扉を開けるというふうなことをですね、まずやるということをします。で、そして潜在意識の中のデータを探り書くのむというふうなことをするわけなんですけども、この性格のデータを探ってですね、良いデータを入れてしまえばですね、どん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 ,どん自分自身がですね、 いい状態になれるわけなんですよね。で、それで、それからいろんな、あの、自分の性格改善もできるんで、人生における様々な問題をですね、解決できるようになっていると。それから、この運命のデータを探り、良い選択肢を選ぶことによってですね、えっ、ー、と、自分の運気がですね、思いっきり上がってきて、人生が楽しくなってくると。それから、潜在衆を通じてつながる。 この人と人とつながりますとですね、願望実由が上手にできるようになっているとか、相手のその潜在式につながるとですね、あの相手の潜在式に良いエネルギーを送ってあげると人間関係が良くなってくるとかですね。それからあと、知恵の蔵につながりますとですね、良い間がどんどん浮かんでいくると。このようにですね、なってしまうのが潜在式コントロール法というふうなことになっています。で、これらをきちっと皆さんがですね、やって人生の成功者、 になってですね、ビジネスでも、えー、結婚でもですね、プライベートでも、うまくいくようにしてしまったのはですね、このセンサーシコントロール法なわけなんですけれども、なぜ成功している経営者は、皆、ソニーで研究したセンサーシコントロールをもらうのかと、とういうふうなことで、オンライン体験セミナーをですね、開催しておりますので、概要欄のですね、ところのリンクをですね、クリックしてですね、センサーシコントロール法の説明会にですね、申し込んでください。 本日はご視聴ありがとうございました。